皆さんこんこにちはは佐佐藤藤大輔ですすのラジオ第回よろししくお願いします、はいま今回は名古屋グランパス行徳 A 選手来期加入内定という話について話をしていきたいと思います。私は第一報グランパス公式からの LINE で知りました、まあ。まさかこの時期に新加入のお知らせが来るとは思って おりませんでしたのでウェルカムトゥー名古屋という文字を見たときには非常に驚きました、まあ、そしてあのギ、ー、ョ選手加入してくれるということでまあ少しねどういう選手なのかと私はあの申し訳ない知らなかったんですけれどもどういう選手なのかなということを中心に話をしていきたいなというふうに思いますはいで行徳 A 選手2004年生まれの現在17歳 身長185センチ、体重75キロ、右利きのセンターバックの選手ということですね。で、静岡学園高校のキャプテンということで、非常に、まあ、サイズはね、185ということで、もう17歳にして185ということで、非常にサイズがあって、まあ、足元の技術もしっかりしている。 ようですで世代別の代表にも選ばれたり候補になっていたりということで非常に将来有望な選手なのかなというふうに思いますでねこういったまあいわば有望株ですねの選手がグランパスに加入してくれるということは非常に嬉しいなというふうに思いますしまあ、あと高校からの加入ということでね最近新規加入移籍組を除くとユース上がりユース昇格組 が多くを占めていたあの高校大学からのあの新規加入というのはねしばらくなかったのでちょっとあのまあ、ユース上がりもね非常にあの喜ばしいことではあるんですけれどもやっぱりルートというのはねいろいろ持っておいた方がというかねあの持っておかなければいけないというところだと思うのでねあのこういったまあ、高校サッカーからのあの加入というのもねあの クラブとしてパイプを持っておくというのは非常に大切だと思うのでそういう点からしても非常にまあ明るいというかね、まあ、ホッとするようなあのニュースですで、まああのー、行徳選手に関して言うと、まあ、やはり間違いなくね、あの世代トップクラスの逸材だというふうに思います、まあ、高卒でなかなかストレートで J1 のチームに泣いてもらうという選手はなかなかいないと思うので、あのー、グランパスで、ね、大きく成長してほしいなというふうに思います。 はい。で、行徳選手、ポジションセンターバックということで、現在のグランパスのセンターバックの編成を見ていきたいんですが、まあ、丸山選手、中谷選手、藤井選手がいて、で、そこにセレス大阪から危険付き遺跡で加入中のチアゴ選手がいると。で、 育成型期限付き移籍で吉井丸リ岡崎へ行っている吉田明選手もいますよという状況ですね。でまあ,あの当然、魚徳選手加わるのは来年の,あの春からということなので来季の編成を考えてみるとまず,まずチアゴ選手が来季どうなるのかと。 いうところですねまあうーん期限延長する可能性はどうなんだろうなというところですけれどもねまあ、あのー、この辺りも少し不透明で、まあ、さらに言うとフォーメーションですね来季も3バックを継続するのかどうかというところがなかなか分かりづらいというところなんですが、あのーまああのー、センターバックの今のメンバーを見るとスタメンを奪って で来季いきなりバリバリっていうのは、まあ、簡単ではないのかなと正直思いますがただだからといって全く出場機会が得られない状況かというとそういう状況でもないのかなと例えばカップ戦だったりまあさまざまな状況あると思うのでそうなった時に必ず今のあのセンターバックのメンバーを見るとその。 所属している選手のレベルは高いと思うんですけれども、人数がすごく多くいるかというとそうではない。特に3バックで考えていくと、あのー、出場の機会というのは十分にあるのではないのかなというふうに思います。で、まあ、あのー、ただ、あのー、すごいポテンシャルは高いでしょうし、将来性のある選手だとは思うんですが、一般論で言うと、やはり高卒の選手がなかなかセンターバックで、 多くの出場機会を得るっていうのは簡単ではないのかなとリーグ戦でバリバリスタメンで出るっていうのは1年目からはなかなかそれは期待しすぎなのかなというふうには思いますやっぱりセンターバックでいうとフィールドの中でもかなりフィジカルの部分がね重要になってくると思いますしまあ、経験値も必要になってくるポジションだと思いますで。 技術に関して言うとしっかり当然しているとは思うんですけれどもやっぱりフィジカルのところですよねフィジカルについてはさすがにやっぱりあのプロでやっている選手とあの高校卒業間もない選手というところでは大きな隔たりがあるんじゃないのかなというふうに思います、まあ、なので、まあ、プレースピードなんかもそうでしょうけれどもねあのフィジカルとかとにかくプロに。 なれるというところから、まずしっかりトレーニングをして、徐々に試合に絡んでいくという感じになっていくのかなというふうには思います。で、まあ、グランパスのセンターバック陣ですね、丸山選手、中谷選手、代表経験ありますし、で、藤井選手なんかはね、あのー、ユース出身ではあるんですけれども、同じ年、高校卒業の年でプロになって、そこから、あの、トレーニングを積んで、今季、 スタメンを勝ち取ったというような非常にあの素晴らしい成功モデルが近くにあるというところだと思うのであのそういったところを行徳選手学べる何て言うんでしょうかねあのいいお手本がそれぞれいるというところなのでセンターバックとして成長する環境には十分あるんじゃないのかなというふうに思いますし、まあ、来期監督がどうなるのかというところはありますが、まあ、やっぱり出場機会は まあしっかりとねトレーニングであのやれるぞっていうところを見せてることが大前提だと思いますけれどもそうなってきた時に出場機会はあるんじゃないのかなというふうに思いますのでね、あのー、しっかりと行徳選手、まあ、1年目からバリバリメンバーでというところは気負いすぎずにね、あのー、少しずつ少しずつプロに。 慣れててて大大きく大きくく育っていっていいいいほしなという,ふうに思いま,すまあやっぱりねこういう若い有望株が加入してくれるグランパスを選んでくれるっていうところはね本当にグランパスファンとしてはあの 嬉しい。なかなかね、最近、あの、こういうこと、あのー、なかったので、まあ、あの、移籍勧誘で、あの、入ってくれる、あのー、選手もね、非常に頼もしくはあるんですけれども、やっぱり一からグランパスでという選手の成長を見守るというのも本当に、あの、ファンとしてはね、あの、大きな楽しみの一つなのでね、あのー、 徳選手にはね、グランパスを背負って立つ、将来的にはね、日本を背負って立つようなあのセンターバックに成長してほしいなと思いますし、まあ年齢的にもね、藤井選手、行徳選手がスタメン貼れるような、あのー、レベルになってきたら、グランパスのセンターバックはしばらく安泰だなみたいな状況になるような気もするのでね。 まあ、期待は膨らむばかりですけれども、まあ、とにかくね、そういった期待感のある、あのー、センターバックの選手がグランパスを選んでくれたということで、本当に非常に喜ばしいニュースかなというふうに思います。行徳選手、ようこそグランパスへということでね、グランパスで大いに大きく成長してほしいなというふうに思います、はい、そんなところで佐藤のラジオ第550回、今回はこのあたりで失礼したいと思います。 最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは失礼いたします。